見てふー。ハオチーライフ。すごい。これ本当にね、そうマリンちゃんにそう頼んだのがね、実はまつりちゃんからっていう。はい、そうなんですよ。そう。あの好きなイラストレーターさんは誰ですかって言われて、はいはいはい、当初マリンですって思った。まつりです。ちょっと。当初マリンイラストレーターじゃないですよ。声がね、ちょっと遠いかもしれないですね。あ、ほんとに、あ、ちょっと近づきました。もうちょっと爆音にしちゃいましょう。爆音、オッケー。音割れ吹雪でバー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 、オッケー。音割れ、音割れ吹雪で、はい。だから私もね、その、はい、今回のそのイラさんとイラストをマリンちゃんでいいですかって来た時にマリンちゃん担当してくれんのって感じで、もうあの即返事、オッケーでーすって。いや、船長もね、ちょっとやっぱイラスト結構重たくなってくるから悩んだんだけど、でも、まつり先輩がそこまで言ってくれてると思ったらちょっと嬉しくってね、受けちゃいましたね。ありがとう。ありがとう。本当に。ね、で、今回ね、このイラスト、うん、結構衣装も最初はなんかいつもの衣装でやろうみたいな話だったんだけど、うんうんうん、なんかやっぱりちょっとここでしか見れない特別な衣装でやろうって話になって、でも船長が衣装デザインがもうさっぱりできんくってどうしようってなってる時に、うん、ルルドがね、すごくデザインやってくれて、もうかなり華やかになって、しかもね、フブちゃんとかもう自分からいっぱいアイデア出してくれて、もうすごくね、そう、これはフブちゃんの癖もめちゃめちゃ詰まっているような感じになっております。いや、癖も詰めましたね、これでお願いします、って、そう、ねえ、本当になんか最初ね、いろいろこうメイド服以外の案とかもね、出てたりして、そうあった、ね、あ、ちょっとエッチすぎてなくなってしまった。そうエッチすぎて、ちょっとね、ボーリオンライスがちょっとこれはって言われて、めちゃめちゃね、水着いや、でも可愛かったんだけどな、水着も。NG 出ました、エッチすぎて。そう、あまりにもエッチすぎて、そうはい。いや悲しいな。まあまあ、また別の機会に、ね、そうだね、また別の機会にできた、ね、水着ね、うんうん、絶対ちょっとお蔵入りするのはもったいない水着だったので。そうですよ、可愛かったからね、本当に。こちらのアクリルスタンドですね。